かなりロマンがありますよね。本当1000年後ももしかしたらここにねあるかもしれないし。芸術の国チェコに新進気鋭の彫刻家として注目を集める日本人がいます。あるものを違う角度から見てみるっていうのはね、本当に王道っていうか醍醐味っていうかの一つだから。実は彼の父は有名な彫刻家。まあ先輩であり親でありなんかで、ね、ややこしいとこありますけどね。彫刻においてはもうなんで彫刻家じゃなくて彫刻家になるかならないかだけしかないじゃないですか。僕からしたらその父親のせいで本当ね嫌だった。嫌だった、絶対に嫌だった、うん、父の影を振り払おうともがき続けた息子。父からの届け物に今何を思うのでしょうか。この番組はパワーウィズハート関西電力の提供でお送りします。どうも初めまして、あのグッドチーム山口と申します。どうもお世話になります。ようこそお越しいただきました。お父様があの彫刻家をなさっている、はあ、石ですとあの例えばどこだっけ、三宮の駅前に大きな2メーター70の、はい、70トンくらいある大きな石ですけども、その U という字を思って、そしてそういう石、そうなんですか、はい、お父さんの作品三宮にあるんですか。三宮にあります、関東の方では、はい、JR の高尾駅のプラットフォームにあります石で作った大きな天狗像、はい、やってらっしゃるんですか。関東関西、まあ、いろいろ動いていますけども、そういう環境が、まあ、うちの息子の方にも影響したんじゃないかな、それは影響はあるだろうということですけども、実際その作ってらっしゃる姿とかっていうのは、あの見てます、見たいですね。先輩としても気になるところもたくさんあると思いますが、そこです。見てみましょうかね。はい、はい、テッサン、チェコです。チェコで彫刻家として奮闘するテッツさんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ9000キロ、14時間。東ヨーロッパを代表する芸術の街プラハ。100年以上の歴史を持つ建物には伝統的な彫刻が施されており、またかつて社会主義政権下で彫刻家が支援されたこともあって、街中に作品があふれています。そういう環境があるんですね。もう全然この街自体に、街の中心部から少し離れたところ、若いアーティストが集まるエリアにアトリエを構える鉄さんを訪ねました。埃が出るから。大谷さん、どうで仕事してるのか。はじめまして。はじめまして。これ今は何を、これ今石を丸い形のちょっとパールみたいな、こういう形を作ってみたいな、そんなのをやってる途中なんですけど。ここがアトリエですか。ここがアトリエです。あ、結構広いアトリエですね。あ、広いな。ここがメインの場所なんですよ。はい、アトリエには大きさも形も様々な石や木とともに、建築現場からもらい受けたという廃材なども並びます。鉄さんはこれらをすべて作品へ生まれ変わらせると言います。その材料とのなんか付き合い方とか距離感とかでも結構なんかみんな違うし、だから、うん、僕はいろいろやってて逆にそれがなんかいろいろ知れて面白いですけど。うん、でもね、いろんな材料使うの面白いな。アトリエの奥には過去に作った彫刻が飾られていました。あ、見たい。こっちは石なんですけど、はい、大理石なんですけど、こう砂時計みたいなこう形してるじゃないですか。で、この部分で全然実は別のもので、うん、この形を作るのに、まあ、このぐらいの石の塊から作るんですよ、はい、掘って。で、その掘った取った破片をこう接着剤で固めて、これがここから来たやつなんですよ。だから自分はこの質量は何も変えてなくて、形を変えただけで、10メーターの
ビルがここにあったら地球のどっかに10メーターの穴が開いてるでしょっていうことをこう美術の彫刻を通して見せたい。ちょっと哲学的な作品だけど同じ哲学。2日後に納品する予定の作品作りに取り掛かりました。でね、ここに型がいっぱいあるんですよ。見てね、これ20画。このデザイン画をもとに彫刻を作るそうですが、取り出した素材はなんとガラス。あとはガラスはよく使われるんですか？使いますね、うん、昔から使ったガラス。チェコ来てから初めて触って、それまでガラスなんてどうするのかも分かんないぐらいだったんですけど、あのプラハの美大でその留学した先生がガラス板を使って作品を作る教授でして、実はチェコ、ボヘミアガラスと呼ばれるガラス工芸の本場。この地へ来たことで素材の幅が大きく広がったといいます。切り粉とか言われますけど、それをこう従来のあるやり方じゃない方法を使ってカットするんですよ。ガラスに溝を掘っていくのですが、実はこれ哲さんが手作りしたオリジナルの工作機械。ガラス彫刻のために刃も特注しました。水を出しながら掘ることでガラスの温度が上がらず割れる危険が減るそうです。こういう技術はどこで見つけたんですか？画流ですよ。あ、まあ、アーティストだしね、何やってもいいんじゃないって感じだし、画流でそのぐらいやってないからいろんな柔らかいアイデア出せるし、で例えば石彫でやってる方のやり方とかなんか方法をこっちガラスに持ってくることによってできるアイデアとか、そういうのでそのパズルがいけるんじゃないのみたいになった時のこの高揚感は半端ない。見事美しい模様が刻まれました。しかしこれで完成ではなく、まだ作品の一部に過ぎないというのですが、哲さんの前にはもう一枚のガラスが。これは LED ライトです。これをこの周りにですねこうつけて、ガラスが2枚合わさってるんですか？これは3枚ですね。それでその3枚の真ん中の部分だけをこれをポンってやって一瞬でひびを入れるんですけど。ひび入れるんですか？はい、ひび入れます。ガラスの汚れもね、きれいに取らないと。お、よかったよかった、つきましたね。きれいですね。これできれい言ったらね、渡す時めちゃくちゃきれいって言いますよ。外側の穴の開いたガラスに釘を入れハンマーで打つと、おお、うわ、お、そんな割れ方するんですね。よかった。よかった。ええ割れ方したってことやな。ライトによって浮かび上がった縦横に走る日々。これすごい。これこそ彫刻家大成哲が生み出した新しい彫刻。自然に生まれた日々とそれをイメージした人工のデザイン、2枚対比することで完成です。こう自然が作った自然美のラインに対して人工美の綺麗なライン、それが今回はこれはキリコのカットのラインで生きて、かつこれにこう近いものを作ってそこで対比させてっていう、そういうものですね。はあ、こうラインがここに枝分かれするじゃないですか、はい、その間にここにピュッてできるでしょ、ここにピュッて横線、はいはい、これとかいい。あとここにここにもちょっと溜まって、これが光結構もらってキラッとなってるじゃないですか、はい、こういうのいい。これはマニアックな話になってきてます、完成した作品を展示するのは
プラハで話題の五つ星ホテル。ロビーや廊下に将来を期待される若手作家の作品が数多く展示されているアートホテルで、作品目当ての宿泊客も多いそうです。実は今回報酬はありません。鉄さん自ら売り込んで何度もアピールした結果、ようやく展示までこぎつけたのです。ここに展示することで多くの人の目に留まり、興味を持ってもらうことが目的なのです。It's going, it's going, yeah. Yeah? Yeah, yeah. No. Yeah, I can light on. Cha-cha. Voila. Nice, yes. Nice. I like it. Thank you so much. I like it. It is refreshing for us because we have only classical pieces of art. And this modern and unusual art is what we need. Okay. Nice. Nice. Thank you so much. Tak tady je to úplně jednoznačné. Česko je zemí skla, zpracování skla. A takovýhle přístup jsem ještě nezažil. Každý Čech, který má rád sklo, máme obecně rádi sklo, tak toto obdivujeme. Sakuhin o yo ni dashi, jibun no namae o uru. Koušta jimichina katsudou ga chōkokka no shūnyū ni tsunagatte iku no desu.彫刻を作ってそれをこうお金に変えてやっていくだけっていうのは大変です。でそれだけでやっていくのは、やってる人もいますけど 1% 未満で。哲さんは最近ついにその 1% へとたどり着きました。しかし安定した生活はできていないのが現実です。作品作りを終え、トラムに乗って町の中心部にある自宅へ。たらーん、どうぞ。自宅は築100年以上のアパート。家賃は6万円だそうです。築100年以上。ただいまです。はい、ただいま。妻のルツィエです。はい、来ました。どうぞどうぞ。今ご飯を作ります。あ、すごい。日本語はちょっとできるんですね。そうですね。ちょっとね、ちょっとじゃないですよ。すごいですよ。今年の夏に結婚したばかりのルツィエさんはまだ学生の19歳。日本文化に興味を持っていた彼女と日本人コミュニティで出会い、意気投合しました。19歳の年の差に加え、収入が不安定な彫刻家との生活。Tak si myslím, že je důležité, aby dělal to, co se mu líbí, co má rád a co ho naplňuje, protože čím víc peněz má, to neznamená, že má víc štěstí, takže si myslím, že je lepší, když společně půjdeme za nějakým a budeme usilovat a půjdeme nějakou cestou, kterou jsme si zvolili, než plavat v penězích, ale být pak ve výsledku nešťastný. Čoukokka として着実に歩みを進めてきたように見える鉄さん。しかし、この道には乗り越えがたい大きな壁が。それが有名な彫刻家である父博さんの存在。鹿児島桜島にそびえ立つ長渕剛さんの彫刻もお父さんの作品です。鉄さんにとって父親は思い出しかなかったといいます。まあ、単純に父親兼彫刻家兼怖い人として本当に嫌だった。嫌だった。絶対に嫌だった。で、ちっちゃい頃は大工さんになりたいとか思ってて、彫刻においてはもうなんで彫刻家じゃなくて彫刻家になるかならないかだけしかないじゃないですか。僕からしたら。その父親のせいで。幼い頃から彫刻家になることが当然のごとく育てられ、手取り足取り彫刻のノウハウを叩き込まれたといいます。この絵を描けとか、これを作ってみろとか、俺の頭部を粘土で作ってみろみたいなとか。そんなのがあるんですね。
俺母親も作ったし兄も作ったし見せたくもない、絶対見せない、絶対見せない、見せたくもない。父が敷いたレールを進むことへの反発、その一方で自分の中に目覚め始めたものづくりへの情熱、相反する2つの思いを抱えたままチェコへ渡りました。そしてこの地でひたすら彫刻に向き合い創作に没頭する日々を送ったのです。哲さんには彫刻家として生きるきっかけを与えてくれた人物がいるといいます。どぶりでどぶりでのどろぶでみよ。あ、おいおい、ナイスとミートゥーエゲン、ナイスとミートゥーエゲン、そうナイスとシーン。はいはい、ですね、チェコの歴史的な作曲家のアントニン・ドボルザークさんのひひ孫にあたる方で、名前が同じアントニン・ドボルザークさんです。I am not an artist. 何とかの有名なチェコの作曲家ドボルザークのひひ孫にあたるというアントニン・ドボルザークさん、現在はクラシック音楽のプロデュースを手掛けているそうです。進むべき道に迷いやってきたチェコで、まさに自分と似たような境遇の人物と出会ったのです。 I made by myself new machine、mm-hmm. so that the, it's totally different structure of glass cutting、mm-hmm. they don't understand and when they kept they are afraid it's broken or what's that、yeah. その小さい子が多分ね、いろいろプレッシャーとかなんかいろいろあっただろうなと勝手に予想して、いろんなこと経験してるわけじゃないですか。でいろんなこと考えてるし体験してるし、一緒になんかちょっと喋るだけでもなんか学んだ気になれるし、父との葛藤を抱え迷いながら彫刻を続けてきた哲さんですが、彼との出会いをきっかけに一つのシンプルな結論にたどり着いたといいます。作るのが好き、そういうのやってるのが好き、やってる自分も好きで、まあもちろんできたものももちろん好きですけど、うん、それでいたいからかな、うん、だからたまたま彫刻なだけで。そんな結論を導き出すもう一つのきっかけを与えてくれた彫刻がこの町にあります。これ作りました。これは哲さんの作品なんですか？そうですそうです、10年前ぐらいになるんですけど作りましたね。ここの町の市長の方から町に彫刻作品石で置いてほしいって言われて、やっぱりモルダー川の近くの町だから水のことをいつも僕も見てて、こう水の一つの雫をこう何かの始まりと終わりみたいな、そういうものに、まあ、例えてこう2つの違う形の波紋が重なるっていう、いやーやっぱ嬉しいですよね、うわーって思いますね、うん。お父さんも石の彫刻の方ですね。はい、なんかなんて言いますかね、もっとやれ、もっと大きいの作れ、あのあと3つ作れ絶対これわか分かってんだよ。あのお父さんが、哲さんが子供の時からやっぱりかなりこう厳しくなさったと、まあ哲さん的にはすごく嫌だったっていうところまでおっしゃってましたけども、うん、まあ嫌だったんでしょう、そういうところもあったでしょう、ただし彫刻をやれって言った覚えはないんですよ。あ、そうなんですね。こういうもんだろうって、はい、まあ、世の中って言っちゃあれですけど、はい、仕事に対する姿勢とかやり口は、はいはい、親としてはやってみせなきゃいけない、はい、つまり自分が逃げないということと、はい、それからブレないということと、うん、この2つは息子の前でもうずっと見せる必要があったんですね、この何十年は。実際その中で哲さんが作られたあのガラスの作品作り作品っていうのを全体ご覧になってどのように思われました？まあ、後輩を見るに、あ、こいつひょっとしたら生きるかもねと、はい、生き残るかもしれないと、おお、そういうふうに、まあ、まあちょっと恥ずかしいですけど親御を含めて思います。でもまだまだ
やつには負けないもの一つあるぞと。はい。それは、はい、僕の方が失敗の数が多いんですよ。やつよりも。はい。そこのところで勝負しようじゃないかという気持ちはあります。なんかね、作りたいものもいっぱいあるし、なんかもう作んなきゃって思うようなこともいっぱいあるし、作っといた方がいいとか思うものもあるし、なんかそういうのがいっぱい合わさって、うん。彫刻家としてこの地で自分の歩むべき道を見出した哲さん、日本のお父さんから届け物です。うわうわすっごい、何これ。え、本当に、はい、怖うわ、え、マジで超です、何これ。届け物は彫刻家が使う窃盗と呼ばれるハンマー。父博さんが長年愛用していた頭に自ら削り出した絵を取り付けた特別な一本です。これはすごい、使えと、これと。すごいね。いや、まあね、それ彫刻家が彫刻家に絵作ってくれたら、そりゃすごいこと、すごいありがたいこと、すごい、それはすごいね、偉い、嬉しいわ。木彫りの絵には父からのメッセージが。A Rolling Stone Gathers No Moss。 転がる石には苔は生えない。いい言葉ですね。かっこいい。なるほどね。彫刻家として作り続けろ、転がり続けろ、もっとたくさん作れって。すごいね。たくさん作りますわ。いや、ますますやる気になりますよね、今の自分がね、あのやることを、うんうん、勢いつけてもらいましたね、うん、まあもうかなりあれでまたやる気になったというかね、お父さん。そうですね、まああの僕より40歳若いわけですから、はい、ですから、うん、このまま、まずは方向はいいだろう、はい、ただあとあんまり油断しないで、はい、きちっとやって頑張れよっていうふうな気持ちは、うん、まああのあれそのものを使えっていうのがあって、はい、うん、あれも飾っててどこかそこを転がしててもいいんですよ。でもまあある種のおまじないみたいなもんですから、そういうふうに感じてくれればいいなと。なるほど。